男子バレー日本、世界にイタリアから2セット練習。石川祐希サーブから逆転4だ。パリ五輪第11日バレーボール男子準々決勝日本イタリア、2024年8月5日パリ南アリーナ。写真、パリ五輪バレー男子準々決勝、第1セット、ボールに飛びつく石川、撮影古海と了解。52年ぶりの五輪金メダルを狙う世界ランキング6位の日本は、 準々決勝で同2位で22年世界選手権王者のイタリアと対戦し、2セットを連取した。一時リーグ C 組で1勝2敗と苦しんで3位となった日本は全体8位で通過。B 組のイタリアはブラジル、エジプト、ポーランドに3連勝し、全体1位で8強に駒を進めた。4強入りがかかる大一番で日本は西田祐二、山内昭弘、関田正宏、高橋健太郎、高橋愛、 石川由紀が先発ベンチには昨年3月に胃がんのため31歳で急性した東京五輪代表のセッター藤井直信さんの写真が置かれ仲間たちの戦いを見守った第1セットは戦で途中交代した石川がスパイクを決めるなど序盤からリードを奪い14-12から5連続ポイントを奪取西田がブロックアウトを誘ってセットポイントを奪い 最後は相手ミスにより25-20で第1セットを奪った。シーソーゲームとなった第2セットは石川のサーブで崩して4点差を跳ね返すと、最後は21-23から4連続ポイント。25-23でこのセットもものにした。日本は一時リーグ初戦で2時間23分の激闘の末、ドイツに2に対3で逆転負けを喫して黒星発進。 第2戦は東京五輪銅メダルのアルゼンチンを3対1で下し、今大会初勝利を挙げた。最終戦では、英国に1対3で敗れるも1セットを奪取したことで、東京五輪に続いて2大会連続の準々決勝進出が決定。首相の石川雄貴は、まず次の試合が重要。ここから負けたら終わり。しっかり勝ち切る準備をして臨みたいと決勝トーナメントを見据え、意気込みを語っていた。 日本とイタリアの過去の戦績は27勝41敗。五輪では7回対戦して2勝5敗で1988年ソウル大会以降5連敗を喫していた。東京五輪では1対3で敗れたがその後は接戦が多く、昨年のネーションズリーグ3位決定戦では3対2で競り勝った。